はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、392日目ですね。はい、今回はですね、キャラバンメダルの方ね、ちょっとキャラバンボックス回していきたいなと思ってます。現在2020年7月13日の15時6分なんですけども、ドリームキャラバンの方ね、あと1日と23時間ということで、まあ丸2日残ってるんですけども、現在の進行状況ですけども、迷彩品8周目コンプリートまで残り2個ということで、まあもうすぐね、これですね、はい、累計の9周目コンプリート S ランク100勝、もうちょっとでいけますんでね、まあいいペースかなと思います。1日前には十分終われるかなという感じですね。今まで使ったエナジーが30エナジーですね。はい、まあ30エナジーは十分返ってきてますんでね、このキャラマンボックスの方からも返ってきてますんで、まあいい感じかなと思います。まあエナジーちょっと増やしながら、累計まで到達できる感じでいこうかなと思ってましたんで、いい感じで終われそうかなと思ってます。はい、まあ今回所持キャラバンメダルが5430枚ありますんで、これをキャラバンボックス回して、この1等ですね、 S ランク確率 30% 逆勝、これしかないんでね。2等は前回ね、3000枚ぐらいで、この阪神純正編の方は3000枚ぐらいで回して2等、A ランク役所3枚出ましたんでね、あと残すは S ランク確率 30% 客所だけなんでね、ちょっと今回出てほしいなと思ってます。はい、それではいきます。所持キャラバンメダル5430、この4等以上1つ確定で10回引くの方でいきます。 S ランク 30% お願いします。さあ、いきなり来い。エナジー2つ、ちょっと早めに来てほしい。エナジー3つ、エナジー2つ頼むよ。エナジー2つ来てくれ。エナジー2つ、エナジー3つ来てくれ。 B ランク役所とエナジー2つ来い。エナジー1つ、ちょっとやばいな。おし、来た、これ来たんちゃう、これ来い。B ランク逆勝2枚とエナジー1つ来てくれ。エナジー1つ、おし、これ来い、これ来い。あかんか、エナジー1つ、B ランク逆勝1つと1枚とエナジー3つ、さあそろそろ来てくれ。おし、来た、来い来い。あかん、B ランク逆勝1枚とエナジー2つ、なかなか来へんな。エナジー2つ、やばいな。 B ランク役所1枚とエナジー4つ来てくれ。やばいな、マジ。 B ランク役所1枚とエナジー3つ、あと630。厳しい。エナジー3つ来い。 B ランク役所1枚とエナジー3つ、はい、これ1回いきますね。けえへんな。何も来ずということで、ちょっと厳しい結果ですね。ちょっと思ってなかったですね。1枚来るかなと思ったんですけど、 S ランク確率 30% で、ちょっとこれはやばいな。エナジー取ってきます。あ、40エナジー結構返ってきましたね。それでは急遽ですけども、ゴールド契約書5枚とゴールド契約書5枚と A ランク契約書が1枚2枚ぐらいあったと思うんですけど、2枚ありますね。はい、 A ランク契約書2枚いきます。はい、ゴールド契約書5枚と A ランク契約書2枚開封したいなと思います。ちょっとS ランク確率 30% 出る思ってたんで予想外でしたけども、それではゴールド契約書5枚からいきますね。 1,2,3,4,5 枚ですね。はい、このアカウント、阪神純正だけでやってますんで、阪神の選手できれば来てほしいです。できれば S ランク来てほしいです。お願いします。来い。渋いな、渋い。燃えろ。いや厳しい。 B ランクっすね。いや厳しいなあ。ボア選手、はい、ゴールド逆勝5枚全部 B ランクでした。厳しい。
それでは A ランク契約書2枚いきます。なんかちょっと今日厳しいですね。 A ランク契約書2枚いきますね。いっぺんにいきます。もう1枚下の方かな。あ、これですね。はい、阪神純正だけでやってますんで、阪神の選手の A ランク来てほしいなと思います。それではいきます。 A ランク役所2枚お願いします。来てくれ。サヨナラチャンス。さあ阪神来い。来てくれ。サンチェス選手、巨人ですね。それでは阪神の選手来てくれお願いします。宮崎選手、横浜ですね。はい、何にも来ずということで、はい、いや厳しいな今日は。ちょっとね、朝出した12球団編の方でもなかなか厳しい結果やってるんですけども、ちょっとあかん日ですね。はい、まあしゃあないです。はい、ちょっとねドリームキャラバンの方がなかなかね三角率 30%、 これやばいっすね。あと4投以上が31分の1ですね。まあでも1枚は絶対欲しいんでね、なんとか1枚は取りに行こうかなと思います。はい、今日からね、7月13日月曜日なんですけども、最強決定戦オールスターリーグの方、始まってますけどね、まあ1日目の第一節ぐらいちょっと結果出てましたけども、また詳しくは、次回ね、ちょっと1日目終わりの結果の方は、報告したいなと思ってます。はい、まあ今回何もなかったっていう感じなんですけども、また今度動画上げますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。